特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。滋賀県、近江牛に出会ったお話、どうもゆうちゃまです。先日、滋賀県へ、中二病の聖地に行ってきたんですよ。アニメの聖地巡礼ですね。せっかく滋賀県に行くっていうのもあったので、滋賀県の名物を食べたいなという思いがあったんですよ。で、近江牛を食べようということで、今日はそんなお話になります。近江牛ね、皆さん食べたことありますか？僕はね、食べたことなかったんですよ。近江八幡を寄る機会があったので、せっかくだから近江牛を食べようっていうので、調べてみると、2.2 キロって書いてあったんですよ。近江牛食べれるところまで。近いのか遠いのかわからないぐらいの距離で。行けんこともないかなと思い、徒歩で行くことを決意したんですよね。聖地巡礼って結構ね、行くところが多いと、もう時間がカツカツだったりするんですよね。空いてる時間とか、この施設はこの時間までしか空いてないとか。やっぱ日がこう、暗くなってくると、映像としても映えなかったりしますし、ただ、グルメもちょっとは楽しみたいじゃないですか。徒歩30分ぐらいかけて近江牛を探して歩きました。ひたすらに。近江牛って結構高いんですね。あれ？こんなにするんだっていう。もう結構ね、お値段するんですよ。なのでできるだけ、1000円か2000円ぐらいに済ましたいなって、なったら 2.2 キロ先だったんですよ、場所が。値段を取るか近さを取るか。高いとこだとね、3000いくらとかで結構近いところあったと思うんですけど、やっぱ1000円2000円台ってなると場所が限られてくるというか、できるだけ安くでも美味しいもの食べたいっていう絶妙なバランス大事ですよね。それでね、2キロぐらい歩いたわけなんですけど、目的地の前にちょっと近江牛丼っていう看板がデデンと載ってまして、こっちの方がいいかなってなっちゃったんですよね。で、そっちの方が空いてそうで入りやすそうだったんですよ。結局その2キロ歩いて全然違う近江牛のお店に行くっていうね。そこ入ってみると結構ね、アットホームな感じがして、お客さんもそんなにいてなくて、僕がそのお客さん第1号というか、その中では1号って感じだったんですよ。で、そこで近江牛丼をいただいたんですけど、近江牛がすごい柔らかくて、すき焼きのお肉を食べてるような、感覚でした。あれはいいお肉でしたね。もっと食べたいっていうぐらい。偶然なのか、ちょうどそのお店でエビフライあげてまして、1本いただけたんですよ。ラッキーだね、みたいな感じで。よくわかんないですよね。サービスだったんですけど、すごいね、滋賀県の人は温かい人が多いなって思いました。滋賀県、またね、聖地巡礼とかでね、寄る機会があれば行きたいです。楽しかったですね。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。